山本由伸、ノーノーで今季14勝目を挙げる。山本レベルなら年1ノーノーしても違和感ないのすごいと思うわ。なんでこれで5敗打ち、有原に3敗してんのや。てか、今年の山本130回以上投げて、基本塁打にしかないの頭おかしいやろ、バケモンすぎる。今日はコントロール良すぎやな、154キロを四隅に簡単に決めよる。は嫁じゃあ行けよ。今年も MVP 確定だし、あと1勝したら沢村賞も確定やろな。去年一昨年って6月以降一度も負けてないらしいな。優勝争いにおいてこんなスーパーエースいるのずるすぎんか。3年連続投手4冠とか達成したら超えられる投手いるんかな。怪我しなきゃやろう、聞いてるやろうけど、問答無用で NPB 最強の投手やわ。